アイテム SCP-140JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-140JP の全サンプルはガラス製小型密閉容器に 5g ごとに収納後ナンバリングしセクター8091の特異物質隔離エリアに収容されます。一般毒性物質収容プロトコルに則った管理を徹底してください。実験にはレベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ職員の許可が必要です。炭酸水を用いた実験は絶対に行わないでください。説明。SCP-140JP は糖に分類される未知の化合物で、緑色の微細な粉末に見えます。ブドウ糖、グルコースを含む分子、データ削除済みが不可重合して形成された高分子化合物であることは判明していますが、加水分解を含む各種方法による物質の分離には現在まで成功していません。SCP-140JP は水を溶媒として溶解した際、以後水溶液を SCP-140JP1 とする、に異常な特性を発揮します。SCP-140JP1 を視覚または嗅覚で認識したとき、被験者のオブジェクトに対する、服用欲求が高まり、SCP-140JP1 を摂取しようとします。この際の被験者は SCP-140JP1 について一貫して、何が何でも飲まなければならない、という意識を持ちますが、第三者に理由を尋ねられた場合は回答できず、ほとんどの場合 SCP-140JP1 についての関心はその時点で消滅します。限られた 15% の被験者は、何事もやってみなければわからない、という短絡的な内容の主張を発し、いかなる方法を使ってでも SCP-140JP1 を摂取しようとします。欲求が満たされると被験者は非常に満足した態度をとり、一貫して SCP-140JP1 が、非常に美味だった、と証言します。一旦は通常通りの活動に復帰します。SCP-140JP1 を摂取してから24時間後に第一の異常現象が発生し、被験者は強烈な空腹感を訴え、過食による栄養摂取を進んで行うようになります。この際、水分、鉄や銅などの金属物質が多く含有した食物に対して明確な拒否反応を起こすことが分かっています。この際の被験者は自らの行動の阻害要因に対して非常に攻撃的になり、同時に SCP-140JP1 摂取前の社会的立場や人間関係についての関心を失います。第1段階から48時間以内に突入する第2段階では、被験者は水に対する激しいアレルギー性反応を示し、極力、自ら遠ざかる行動を自ら取るようになります。その後72時間以内に突入する第3段階で被験者は脱水症状または身体機能の著しい低下により死亡します。遺体は急激な乾燥、風化現象を起こし、20kg 相当の SCP-140JP が析出します。SCP-140JP は体内に吸収され血液中に混入することで身体中を循環し、脳の生理機能に影響を及ぼすことが分かっています。被験者への過食の強制や水に対する拒否反応の設定は、SCP-140JP 自身を体内で複製するためであると考えられます。このことから、収容初期は SCP-140JP が生物である可能性を考慮した研究が行われてきました。現在はその可能性は低いとされていますが、結論にはさらなる実験が必要です。また、摂取前の SCP-140JP が引き起こす、服用欲求の原理については未だ不明な点が多く、MIM 専門の科学者をアドバイザーとして研究に加えることが検討されています。ほい。SCP-140JP は2000年に財団エージェントの自室で発見され、大量の緑色粉末の山からは乾燥により大部分が崩壊した人間の皮質が検出されました。DNA 鑑定の結果、皮質は、のものと一致しました。は数日前から行方不明になっており、直前に同僚と食事に関する複数のトラブルを起こしていたことが分かっています。
部屋のテーブルには SCP-140-JP が残留したガラス製コップとオブラート片が置かれていました。その近辺から、ストレス社会で働くあなたに、と読める手書きのメモが発見されたことから、要注意団体が関連している可能性が指摘されています。全記録の閲覧希望者は三宅博士にコンタクトを取ってください。実験記録 140JP 5日付2000年月日対象 B6734 実施方法摂氏20の水 100g に SCP-140JP を 5g ごとに溶かしていく結果 B6734 が SCP-140JP1 の影響を受けたため実験は中断研究主任の三宅博士の注意喚起により被験者の服用欲求は沈静化された。分析。これはダメだ。実験計画はもっと頭を使って立てにゃいかん。三宅博士。実験記録 140JP 6日付2000年月日対象 B6735 あらかじめ SCP-140JP に暴露させておくことでオブジェクトに対する耐性をつけさせている。実施方法。アイマスクと鼻栓を装着させた被験者に遠隔で指示を与え、実験記録 140JP 後と同様の作業を行わせた。結果、SCP-140JP を 540g まで溶かすことができた。この時の SCP-140JP1 は緑のペースト状になり、高い粘性を示した。分析。SCP-140JP の高い溶解度が判明。人工物であることがほぼ確定する。実験記録 140JP 1号日付2000年月日対象 D6880 実施方法 5g の SCP-140JP を 10% 食塩水 100g に溶解させる。結果、水溶液は服用欲求を誘発しなかった。被験者に水溶液を飲むように指示したところ、胃がムカつくひどい味、と答え、24時間が経過しても異常は発見できなかった。分析、興味深い結果が出た。オブジェクトは塩に弱いのか、三宅博士。実験記録 140JP 16日付2000年月日対象 B6881 実施方法 5g の SCP-140JP を 5% 食塩水 100g に溶解させる結果水溶液は SCP-140JP1 に変化した摂取後の被験者の症状は通常の場合より比較的穏やかであり水に対するアレルギー反応も軽微だった適切な処置を施したところ B6881 は日生存した。分析。全能というわけではないが、塩化ナトリウムは SCP-140JP の特性を中和する効果があるようだ。他のものでも実験してみよう。何事もやってみなければわからない。三宅博士。実験記録 140JP 17日付2000年月日対象 B6882 実施方法 5g の SCP-140JP を第 500g に溶解させる結果水溶液は異常な性質を示さなかった分析なし実験記録 140JP 18日付2000年月日対象 B6883 実施方法5g の SCP-140JP をレモン果汁 100g に溶解させる。結果、水溶液は異常な性質を示さなかった。分析、これ結構いけるよ。三宅博士。SCP-140JP に対する実験のずさんさを上級研究員が指摘したため、セクター管理官が三宅博士に対する注意勧告を行いました。SCP-140JP はあなたの便利なおもちゃではありませんし、報告書は私的な意見のメモ帳でもありません。
これ以上の問題行動はセキュリティ権限の剥奪も招く恐れがあることを十分に留意してください。セクター8091管理官。実験記録 140JP19 日付2000年月日対象 B6884 実施方法 5g の SCP-140JP をインスタントコーヒー 100g に溶解させる。結果 SCP-140JP はコーヒー粉と水を自らの分子構造をろ過装置とすることで分離し、上澄み液を利用して SCP-140JP1 に変化した。B6884 は職員の注意喚起によって服用欲求を解消。分析。SCP-140JP の高度な組成の謎が深まった。複雑な分子構造についての研究の進展が待たれる。実験記録 140JP20 日付2000年月日対象 B6885 実施方法 5g の SCP-140JP を炭酸水 100g に溶解させる。結果データ削除済み。分析データ削除済み。追記8091シュワシュワ人間事件から3日後セクター8091管理官の追悼スピーチより抜粋。人は誰しも一度は大きな過ちやミスを犯し、それを糧として成長していく生き物だ。これまでの人類社会の発展の歴史も、言い換えるならば先人たちの失敗と挫折の歴史に他ならない。我々はそれらに敬意と畏怖の念を抱きながら日々を過ごしている。しかし間違いが決して許されない時と場合と場所がある。財団はその最たるものが大量に集まった。言うなればヒヤリハットの大交差点だ。SCP-140JP もその限りではなかった。だが、起こってしまった。目を覆いたい不測の事態が。十分な注意と用心が文字通り水泡にキス。あってはならない最悪の事態が。中略。人は一度は間違いを犯す生き物だ。二度目は絶対に起こしてはならない。